珍しくです。ちょうど昼休憩終わったぐらいですかね、多分会社の人とかは。すいません、中途半端な時間で。髪型かわいい、美容院帰り、巻き巻きです。ちょっと珍しいかもしれないです。ちょっとテロップを書きます。なんて書こうかな。本当ありがとうございます。ちょっと待って、まつげに目が、目にまつげが入りそう。うん、なんか入ってる気がする。取れてないけど。まあいいか。なんかすごい違和感あるね。違和感、うううう、入ってる気がする。ちょっと待って待って、配信早々飽きませんね。ちょっと待って、撮りたい。よいしょ。はい、どこや。取れない。よし。今日は夜も配信しようかとは思ってます。多分19時ぐらいですかね、7時ぐらいにやろうかと思います。お昼はなんかそんなに決めてなくて、1時間ぐらいかな、とは思うんですけど、あんまり考えてないです。結構適当。そう、今日のんちゃんさん誕生日なんですよ。5月23日、 LINE しました。お誕生日おめでとうございます、ありがとうって来てました。15歳か。私が今19歳だから、私が誕生日来るまでは4歳差です。4歳差はそんなに差を感じない気がします。15歳なんですよ。仕事サボって見てる。あら、怒られないように。プレゼントは考えてる。何がいいかなって。入った時が13歳。わっか。私は15歳とか13歳の時は本当に
何にも考えずやってましたね。習い事してました、その時は。すごいね、なんかお仕事してるって。ケーキあげる、ういー、あ、結構結構それは難易度高めですね。何あげようか迷うね。そらはちゃんも迷ったんですよね。結構中学生って何あげたらいいんだろうと思ってリップあげたけど、そらはちゃんは ケーキはな。お菓子作りは料理というよりあれは実験だからな、なかなか手が出せない代物なんです、うん、何回か挑戦したことはあるんだけど、イヤリング系、イヤリング可愛いし、まあちょっといろいろセレクトして渡したいと思います。うん、そう、美容院行ってきたんですよ。トリートメントはしてないですし、カットとセットだけ。美容院でも1ヶ月前も行ったからな、ちょっとそんなに切るところなかったんですけどなんか前髪カットだけ頼むのはいかがなものなのだろうって。なんかね、うん、そういうコースとかメニューもあるんだけど、なんかちょっと、うん、ちょっとどうなんだろうって思って、普通のカットも頼んでしまったけど、そんなに切るところもないっていう、うん、前髪整えてもらったぐらいかな。まあまあ傷んでるところを切るに越したことはないでしょう。うん、前髪コースもあるんですけどね、だいたい1000円ぐらいで、うん、ショートしたことありますよ。高2、17歳ぐらいの時、ここら辺でした。ボブ、ショートボブ、うん、若かりし頃のオキポはショートカットでした。うん、私はね、なんかね、ちょっと遅いかもしれないんですけどね、今日の朝、眠れなくてずっと。あれ見てました。プロデュース48。私あのアイズワンさん好きなんですけど、プロデュース48そんなにこうちゃんと見たことなくて追ってなかったんですよ。もう終わっちゃったんですけどね。終わっちゃったけど、ちょっとまあ途中まで見まして、ずっと見てました。うん、ギャオで。まとめ見みたいな感じ。なんかすごい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 ですね。ドキドキしながら見てました。なんか結果知っててもドキドキするものですね。
ギャオでね、なんか今まとめ見みたいな、一気見みたいなの見れます。日本語字幕で見れますね。私は異国の言葉を覚えるのが苦手なので難しいですね。日本語も不自由なのに。面白かったですよ。猫や棒読みすぎてびっくりした。子猫って。見てて面白かった。スーパースター猫猫猫猫おーおーおーって棒読み。まあ、まだ全部見てないんですけど、これから見ます。握手会の時の服、そう、赤いハートのワンピースです。あんまりないタイプ、自分の持ってる中では。握手会がないからね、もう8月まで。結構ね、服はね、溜まってるんですけどね。握手会がないから披露する機会がないっていう。極端なんですよね。5月はね、ゴールデンウィークとかもう着る服がないぐらいだったのに。8月まで取っておきましょう。マイキュー元気ですか？元気ですよ。極端やねん。そう、浴衣だよ、8月は。去年も浴衣でしたね。連絡が来てた。ありがとうございます。夕方見に行ける。お、待ってます。楽しみや。沖縄なんだけど神社の名前が沖宮だったの。お気づくし。沖縄って見ると沖前に見えるんですよね。私目が悪いん、コンタクトしてないのもあるんですけど、すごいなんかこう、ん？ってなっちゃった。違うんやけどね。あるあるなのかな。あるあるかもしれない。
15分、あら15分経った。ちょっと見えるよね、なんか、うん、ここから離れたらもう一緒の感じに見えるお昼まだ食べてないです。買っては来てます。夜配信はあります。19時くらいに、うん、やろうかなって思ってます。日並べのランキングを読みます。うん、でもね、ちょっとね、眠たいんだよね。あんまり夜寝てなくて、うん、でもなんか寝たらもう一生起きれない気がするから寝ないんですよ。レッスンあるし、寝たら遅れる寝ないんだけど、でもこう暖かいから、うん、暖かいから眠くなってしまう。お昼寝したいよね。わかる。そうそう、もう一生起きれないんじゃないかなって、か寝るときいつも思うんだよね。このまま起きれないんじゃないかなって思いながら寝てる。チェア逆転ではないけど、昔からなんだよね、本当に子供の時からだからもう、うん、もうなんかそういう体質なんだと思います。マジで聞かないんだよね、何にも朝ね起きれてたらね、ちゃんと学校行ってたからね、やっぱり本当に低血圧ひどすぎる、うん、今本当イベント大変そうだなって思いながら見てる。絶対眠いよ。ありがとうございます。イベント規模が見たいです。どうなんだろううん、なんかでもそれ舞ちゃんと話してた、次イベントあったら参加するみたいな、今日話したかもしれないその話題。どうなんだろうね。もう壊れちゃうかもね次やったらわかんない、やるかもしれないけど、多分壊れるんだろうなって思いながら。返事をした。うん、やるかもねみたいな。うわーって発狂するかもしれない。うわーってう
まあ見てる方も結構大変かもしれないね。参加してほしい。あ、やっぱそう。やっぱそう。時間制限があればいいのになって思いながらね、あれは。ねえ、どうなんだろう。なんかルールがあればいいのにねって思いながら、まあやるけど。朝だけだった。起きちゃわれ、もう起きちゃ終わったね。初日から終わったよ。やりたい時にやるのが一番楽しいさ。変わりない、それは。でも見る方からしたら、私もそうなんだけど、5時ぐらいにこうパッて押してやってたら、あーってなって見ちゃうんですよね。見ちゃうんだ。めっちゃ見ちゃう。私もずっと朝起きたら見てるもん。見てる。すごい、朝からニコニコの人とか見てると、あ、すごいアイドルだなと思いながら、ニコニコ笑顔、ニコニコニーって。じゃあ、ただでさえ表情筋が死んでるのに、もう朝表情が動かないから、体操しなきゃーって感じ。ゴミついてる、本当だ、なんかついてた。ローランドに似てる。私めっちゃローランドさんに似てるって言われるんだけど、やっぱ似てんのかな。すっごい今もコメント来たけど、たまに言われるんだよね。似てんのかな。似てる？あ、私なんか言われたんだよね。言われたっていうかコメントだけど、似てんのかな。ああいうちょっと自信にあふれた風にはちょっとなってみたいけど、似てるのかな、かんない。それっぽいセリフ言ってみて。待ってよ、考える。宇宙から見た地球ってさ、なんで青いか知ってる？私が泣いたから。
これはやめておこう。ちょっとよくわからんかった。じゃないよ。ちょっと外しましたね。外しましたねっていうのもおかしいんだけどね。ちょっと勉強します。勉強？なんのそれだよ、しなくていいんだよ別に。職種が違うよ、職種が。何の話をしているんだか。いい曲。昨日 STU のあれ聞いてた。制服の重さと原点ずっと聞いてた。いい曲。何が起きるのか誰も知らない。でも原点ダンス難しくてめちゃ苦戦してる。原点難しい。めちゃ細かい。いい曲。それは思う。それは思うけど難しい。ハートありがとうございます。サックス。お腹空いてきた。まだご飯食べてないんだ。今日のご飯はエビドリア。たまに食べたくなるドリア。配信終わったら食べます。今日は米の気分です。最近ね、汁なし担々麺はおとといぐらいに食べたけど、もうブームではないかもしれない。あれが最後の汁なし担々麺だったから。一時ね、ずっと汁なし担々麺食べてたんですよ、市販のやつ。ずっとハマったらそればっかりなんだけど、今はね、本当に結構な頻度で食べてるっていうか飲んでるのは、あのフローズンパーティー、ローソンのフローズンパーティーのあの紅茶味のやつ、あれずっと飲んでるかもしれない。ショールームのトップが変わってる。嘘。ちょっと見てみよう。本当に？そんなの私知らない。え？今日から？
嘘、本当に？調べてみよう。おお、本当だ、変わってる、見て。大きっぽ、ああ、新しいやつ、見えるかな。じわじわ。本当だ、いつからこれ、何分から変わったんだろう。ね、何分から変わったんだろうか。この衣装めっちゃ可愛いんですよ。でもめっちゃ衣装さんに汚さないでねってすっごい言われるこの衣装は汚さないでねってめっちゃ言われるちょっとあれじゃない、 STU で変わる瞬間にショールームしてたの私だけじゃないですか、多分初じゃないこれ、変わってからのショールーム、やったやった、多分オキポだけだよ。わーい、初めていただいたナンバーワン、ヘイ。お、良きじゃないですか、これは。小顔？どうなんだろう。なんかでも丸、ほっぺの丸顔が、うん、ちょっと気になるところまあでもちょっと今に近いオキポなんで、あのアンシャの方がまあ良きでしょう。垢抜けてく。でもなんか垢抜けたかは分かんないけど、なんか化粧の仕方と前髪の作り方は全然初期から変わったんですよ。それはね、断言できる。化粧は多分人から見たらそんな分かんないかもしれないけど、なんか濃さで言ったら昔の方が濃いっちゃ濃かったんですけど、なんかねぼんやりした顔だったんですよ。まあ今もぼんやりしてるんだけど、前髪はねめっちゃ変わった。もうグリーンって巻いてたのがストーンってなったストーンみたいな。昔はこうグリーンドゥーンみたいな、ドゥルルルルみたいな巻き方してたんですよ。横から見たらドゥルーンみたいないや伝わんないかな、ドゥーンみたいな。今はスーンって感じね。写真で見た方が分かりやすいかもしれない。初期のね、初期っぽ、初期っぽ、初期っぽ、今日はしかも太ってるんですよね。わかるかな、ドゥルーンみたいな、今ストーンみたいな、わかる、このもっこり感、この前髪のモコモコみたいな、これを見たら分かるかもしれない。このなんかこう傘なんて言うんだろうね、この量なんて言うん、ドゥルーンみたいな、モコーみたいな、空気入ってるみたいな感じの前髪。なんか髪から額までの ここが今は0ミリだけど1センチぐらい空いてたんですよ。ボコボコボコみたいな
それはね、なんか前から見たらいいんですけど、横から見たらめっちゃ空洞空いてるんですよね。それがね、でもね、昔の方が割と髪型自由にやってる、やらせてもらってたんですよね、こういうとか。今は本当に同じ髪型しかしてないんですけど、昔はこういうちょっと、なんか第一クールの時めっちゃいろんな髪型をやらせていただいたんですよね。あれは何だったんだろう。全部ストレートだったけど、なんかもっとアレンジがすごい自由に効いてた。なんかすごい髪型とかしたことあったんで、猫編み込みが OK だったのかな、初期は。今はね、ちょっと割と厳しいんですよね、初期より。なんか高校とか中学に戻った気分。厳しいっていうか、なんだろうね。なんか私はでも、なんか人によってちょっと違うっぽいけど、なんか私はね、あのハーフツインをこの間やろうとしたらダメって言われたんですよね。ちょっと派手すぎるみたいな感じで。衣装にもよるのかな。そう。あと編み込みの、なんか私はね、表の編み込みはいいけど裏の編み込みはダメって言われたりとか、結構細かめの、なんかよしなしがある、ありなし、があります。普通の編み込みはいいけど裏の編み込みはダメみたいな。裏の編み込みっていうのは、なんだろう、結構派手めな、なんか大きく、なんかこう髪をこうピッピッピッって出してるような感じ。伝わんないよな、どうやって言ったらいいんだろう。難しいよね、裏の編み込みとか言われても分かんないよね。なんかボイン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 ってこう普通の編み込みがこうなんかちょ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 って出てるような感じのやつ、なんて言ったらいいのか分かんないな、ちょっと派手ってことです。語彙力がないから伝わらないね。フィッシュボーンとはどう、また違うんじゃないかな、一緒なのかな、一緒か、どうなんやろ。ありがとうございます。なんとなくわかった。本当に本当に
細かいですよね。なんかこう髪型の世界っていろいろあるんだなって感じ。私はややこしいんでいつも同じ髪型になってしまうけど、たまにはこうやってかわ変えてみようと思います。たまには。染めたい。今は別に染めたい願望はないです。もうそんなに自分の髪型に固執はしてない。ですね。ハートありがとうございます。席拾ったことありますか？ない。ない。日光？でも結構、ちょっとこれ開ける。カーテン越しの日光は浴びてます。遮光じゃないからかな。結構当たるかも。美白モードはね、使ってないんですよ、あれ。画質悪くなるからちょっとやめてる。USJ とディズニー行くとしたらどちら？それめっちゃね、なんか最近まいちゃんとユニバ行きたいねって話してるんだけど、でもね、私はめっちゃね、行ったことはあんまないんだけど、ディズニー好きなんですよ。行ったことはあんまりないんだけどね。行くのは、近いからユニバなんだけど、ディズニーは2回、3回行ったことがあるんだけど、でもディズニーの動画だけはめちゃくちゃ見てるから、もう何十回行った気分なんだよね。ショーが好きで、パレードとかが毎年動画で楽しんでる。行ったことはない。めっちゃ好きなんですよ、曲とかいろいろ。ユニバは最後に行ったの言うて高校生とかだな。昨日話してました、中村さんと。行きたいねー、いつ行きますかーみたいな話をしてた。行けたら行こうって感じです。夏かな。アズノンさんたちが言ってたからね、ちょっといいなーって触発されちゃった。人が多くない時に行きたいな。あれって言いますよね、なんかゴールデンウィーク初日と最終日は空いてるみたいな。でも今年の最終日はめっちゃどっちも多かったらしいですけどね。おもちゃ王国はちっちゃい頃めっちゃ行ってましたけどね。おもちゃの国へ、おもちゃ王国。ちっちゃい頃は行ってた、めっちゃ。おもちゃ王国っていう遊園地なのかな。遊園地、岡山にある遊園地ではない、遊園地なのかな、あれ。乗り物はあるけど、おもちゃ王国です。 CM があるんですよ。おもちゃのおもちゃの
ちゃの国へ、おもちゃ王国、おもちゃ王国へ行こうっていうこれは岡山香川限定なのかな。そう、結構山にある。まだちっちゃい頃ね、とにかく芸能人になりたくてテレビを見ていた私はね、おもちゃ王国の CM になんか出る素人の子供を募集みたいなおもちゃ王国の CM を見てね、おもちゃ王国に行きたいって泣きわめいた記憶があります。結局連れてってもらえなかったんですけど、実はね、とにかくテレビに出なかった子供時代、小学 1,2 年とかそんぐらいだった気がします。なんとなく覚えてます。昔からそう、芸能人テレビに出たいって思ってた、ちっちゃい頃は。小学高学年ぐらいから舞台女優になりたいって思った。んで高2の時にアイドルになりたいって思ったっていう、まあんまり夢としては一貫してそんな根本的なことは変わってないですね、うん、あんまり変わってないです。おもちゃ王国の CM かもんなここで悲願の面白い。慣れた。そう思うとなんかすごいすごいなって思います。人生何があるかわからないね。皆さんのおかげですよ。本当に本当に夢は絶対逃げていかない、自分の方から諦めるな。いい曲綺麗になったね、ありがとう。うん、どうなんだろう。嬉しいね。眠くなってきた。この時間帯ってダメだよね、めっちゃ眠くなる。ポカポカって感じ。日向ポカポカ。私ね、幼稚園しか通ったことないんですけど、一回だけね、なんでかわかんないけど、幼稚園生なのに幼稚園の夏休みの時に一回だけ保育園に行ったことがあるんですよ。通ってたとかじゃなくて一回だけ保育園に通ったことがあって、そこでね初めてお昼寝体験をしたんですよ。一回だけ
ちゃいいなって思った記憶があるんですよね。幼稚園と保育園違う。幼稚園はお昼ぐらいで帰れます。12時ぐらいで帰ります。はい、親が共働きとかじゃないタイプです。一回だけお昼寝体験して、ちょっとカーテンとか全部閉めてみんなで寝るんですよ、お布団で。なんかすっごいドキドキした思い出があるんですよね。ああみたいな、初めてのお昼寝だったのかもしれない。なんかそういう、あ、お昼なのに暗くして寝るみたいな。で保育士さんとかも寝てね、すごい良かったっていう気持ち、良かったなっていう思い出があるんです。それを今体験してみたいけど、多分今体験しても何も思わないんだろうな。やっぱ子供のなんか気持ちって大切よね。子供特有のめっちゃね、なんかすごい特別な時間だったんですよね、その1回のお昼寝タイム、うん、なんだろうね。昼寝しないの。昼寝したら夜まで起きないよ、もうしないよ、うん、よく覚えてるね。いや本当にね、全然昔のことは覚えてない。でも本当にね、ちょくちょくのね、断片的に記憶に残ってる感じ。うん、めっちゃ寝ますよ寝れてないからね、寝るよ。まあでもどうせならレッスンして体を動かしていっぱいして寝たい。はっきりとした記憶ある。うーん、まあ、あるっちゃあるけど、うん、でもなんか話すほどの内容じゃないんだよね。全部本当にしょうもないことばかり、うん、どんなアニメ見てた子供の頃。大きな声でピリカピヤラン、はしゃいで騒いで歌っちゃえ、パパママ先生ガミガミおじさんうるさいなんてね、火山が大噴火、ドレミちゃんとかキラリンレボリューションとかプリキュアとかです。少女アニメ全部見てました。妹さんが怪我させて怒られた話は笑った。え、なんだっけそれ。え、妹が自転車で石にぶつかった話だっけ。なんだっけそれ、怪我させて怒られた話。まだ忘れたかもしれない自分の話。なんだっけ、切れた話ではないはずそれ。よく覚えてますねしょうもない話をよく覚えてること。ちっちゃい頃にね、3歳ぐらいですかね、妹が、私が 4か5ぐらいで、妹が自転車をね、うん、自転車初めてのちっちゃいあの小松木自転車でこう坂道を下ったんですよ。でその坂道のここら辺には大きい岩があって、妹がめっちゃぶつかるぶつかるみたいな叫びながら下っていったんですよ。で私はブレーキブレーキって言ったんですけど、妹は最終的にぶつかって眉毛のここに
傷を負ってしまい、勲章の傷を負ってしまい、縫ってそこだけ眉毛が生えなくなってしまったっていう話です。お父さんをドンキで殴る事件が好き、よく覚えてますね。それはあれですね、あのテレビゲームのステッキですね。ディズニーのなんかゲームを買ってもらってたんですよ。テレビゲームスティックみたいなのをなんかこう振ってディズニーキャラを操作するみたいな、アリエルとか。それをね、あの本当に一番最初ですよ、操作確認みたいな、操作確認みたいなところでね、こうやって振ったら目の前にいるお父さんの頭をドンって殴ってしまったっていう。ドンキではない、そうスティックです、スティック。お父さんは怒らなかったです。多分めっちゃ痛かっただろうけど、なんか大人になって気づく申し訳なさ、ごめんなさいって感じです。お父さんに怒られたことはほぼないですね。父はね、本当に私怒られた記憶がないです、うん、ちっちゃい頃に私をめちゃくちゃ怒ってから すっごい怒ったらしくて、それでもう優香には怒らんって言って、なんか反省したのか分かんないけど、そっから怒んなくなりました。全く私記憶ないんで分かんないけど、めっちゃすっごい怒ったらしいです。だからうん、全く物心ついてからの記憶は怒られたことはないです。代わりに母親がめっちゃ怒りますうちは母さんが本当にめっちゃ怒るタイプです。まあ今はそんな怒んないですけど、もう昔はもう雷でした。雷みたいな、はい、毎日のようにです。母さんはめっちゃあのすごい強いです。あの傍から見てもめっちゃ強いなと思います。この人本当にすごいです。あのうちのおばあちゃんも、おばあちゃん、お母さんのお母さんももうあの子は強いみたいな言ってました。だから多分強いんだと思います。すっごいねどっちに似てるの、どっちに似てるの、どっちも似てない気がする。性格的にはあんまり似てない。2時半、おっと2時半、1時間経ったということですか。なるほど、どうしようかな。どうしますどうします、お終わります、夜もやるよ。もうちょっとお腹空いたから一回ご飯食べようかな。
オフショルなるの？オフショルなりません。肩バリバリ。まあ、うん、どうしようかな。まあ、とりあえずまあ夜もやるから一回終わろうかな。うん、メール送ろう。暇？うん、暇なのは暇。用事がまで結構あるから、なんかね、ちょっと半々なんだよね。こうちょっとだけね、こう日光を浴びてのんびりしたい気持ちと、寝てしまいそうだから小籠包しようかなっていう気持ちを、はあ、あ、いいかご飯食べよう。さすがに寝ないよ。あ、やばい、本当に振りじゃなくてね寝ない寝ない。よっしゃ。まあ19時からね、あの七並べのランキング発表するんで、100位から名前書いてるんで、ランクインしたよって方はぜひ見に来てください。待ってるよということで、ランキング読んで終わりましょうか。はい寝ないよ、寝ない寝ない。じゃあ読みますね。グダグダで失礼しました。じゃあいきます。13位がマピさん、ありがとうございます。12位がガミさん、ありがとうございます。11位がムルさん、ありがとうございます。10位がトニさん、ありがとうございます。9位がウクスさん、ありがとうございます。1位がニコちゃん、ありがとうございます。そして7位がヤスさん、ありがとうございます。6位がイトちゃんさん、ありがとうございます。そして、5位がパパパパンダさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして、ごめんなさい、4位まで行ってなかった。4位セリアさん、ありがとうございました。失礼失礼。そして、3位がプナリさん、2位ありがとうございました。なりさん、2位がうささん、ありがとうございました。そして、1位がとうとうさん、ありがとうございました。ということでランキング、壇上読んだのは私だ。壇上の皆さん、おめでとうございます。見てくださった皆さんも、コメントしてくださった皆さんも、ありがとうございました。また19時から再開します。見てくれてありがとう。バイバイ。おやすみなさい。寝ないよ、寝ない寝ない。これで寝たらほんとシャレにならない。私レッスン行けないよ。バイバイ。またね。じゃあまた会いましょう。バイバイ。3、2、1、バイチャポー。